はい、じゃあね、本日22人ってことで、ちょっとなかなかいい、うまい具合に分けらんないので、まあ、2on2かな、今日は11チームかなと。まあ、じゃあ、第1週なんですけど、ちょっと人数がね、今日は22ということで、ちょっと東西線方式で やっちゃおうかと。よし、じゃあ、リーダー、はい、リーダー、希望者は機械さん。甘えやったから、じゃあニーヤさん来たんで、ニーヤさん100円です。じゃあ23、じゃあとりあえず暫定で自分が入って24だと、まあ、3で割れる、3で割って8 on 8 もうそれだったら東西編でもいいのかな。あ、まあでも8でもいいか。ニアさん100円です。ニアさんじゃあ、8人チームやってみますか。今日は8人チーム3つで、まあ総当たり、これでやってみましょうか。で、チーム分けは、これランダムでも大丈夫かな？ランダム危険？
まあ誰も何も言わないんで、じゃあ今日はランダムでやってみますか。はい、
キャミーステージが魂のステージ？あ、大丈夫です、大丈夫です。うん。はい、じゃあね、今日はあの、結局最終的に 3on3 の8チームでやることにしました。はい、じゃあね、今チーム決めやりますんで、
接触悪ね。本日は 3-on-3 になったそうです。で、いいね、いいね。じゃあくじ引きしちゃう？オッケー。 X 勢はキャミーステージが魂のステージと聞きましたが本当ですか？本当です。これなんでキャミーステージかっていうと、まずね、スピードがちょうどいい。若干遅めなんですよね、このゲーム。なんとステージによってスピードが違います。本当ですよ。スピードが違うのは、奥のオブジェクトが動いてる数によって、スローがかかってるんですね。最近のゲームなら全くありえないけど、X とかハンターはそれが結構露骨に出ます。早いステージは結構嫌われがちですね。早いのはバルログ、ダルシム、サガットで、遅いのは、ホンダ、ブランカあたりですかね。遅い方がみんな好きですね。で、キャミステージ、あと見やすい、あと曲がいいとかね。ステージもかっこいいですしね。あ、北斗はね、場所で殴ったりしてるでしょ。時ステージだけはマジで勘弁。僕はあのハート様だったんですけど、なんか上掴むやつのループがね、時ステージどうしてもできなくてやめました。さあ、着々と チームが決まりつつある。瀬尾、破天荒、長州、強くねえか、あそこ。バイパー、エクスパー、湘南、あ、これもなかなかっすね。9番1じゃない？あそこなの？8、1、どういう順番か分かんないけど、背景が動かないけど、流星時はですね、あ、まああそこはなかなかいいですね。でも流星界多すぎてあのステージになることほとんどないです。とにかく流星界多いんですよね。背景が動くかどうかっていうのを、オブジェクトの数っつっても、まあ、例えばこの DJ ステージみたいに多重スクロールしてるところはそれなりに遅かったりするんですね。お、これが今日本で一番熱いゲームかなぁ。わかんないですね。僕はそんな気はしないんですけど。でもおじさんたちは一生このゲームから離れられないでいます。まあ息が長いだけあって奥は深いですよ。いいんじゃない？厳密に行く？覚えてる？バルログは両キャラって本当ですか？なわけねえだろ。
どこに目つけてやがるんだかって感じですね。どうなんでしょうね。バルログというキャラは、X であまりにも強くて、その後最強クラスになったのはカップ S2 のオリコンの時だけですね。あと全部弱キャラに調整されるぐらいこのゲームの闇です。ストフォーはいいの？ストフォーは弱いよ。弱いんだ。弱い。ストフォーの時はもう最弱クラスですね。で、角さんが10でね。エルフォーはまあまあそこそこだけど、年金はね、年金はつぎ込んでますね。国から金をもらって、はい、次がゲームをやるニーヤーさんかな。ペロ、こっち来い、こっち来い、よっしゃよっしゃ、いいぞいいぞいいぞ。はい、はい、お茶丸が阿部瓶小江戸お茶丸。さあ、チームが全部決まりました。チーム決まりました。はい、聞いてないと思うけど一応読むと、ヒデ、キナコング、オロナイン、これが、チームですね。はい、次2チーム目、アベビン、小江戸、お茶丸、2チーム目、3チーム目、瀬尾、破天荒、長州、3チーム目、4チーム目が機械、ほぼ山本、中野が4チーム目、5チーム目が川シム、ツノッピ、コテ、はい、で、6チーム目が友座、苗場、ムナーリ、7番目がおやすみ、キノガッサ、ウルトラマリオ、ニーヤーで、8チーム目がバイパー、エクスパー、湘南、となっております。これは、まあ、1、2、3、4、5、6、7、8の順で当たってきますので、まあ、聞いてないと思うけど、聞いてないんでここら辺にまああるので見に来てください。そろそろやるぞうん、中野さんやりますよ。はい、わかりました。じゃあ、最初の聞いてないんだもんでもう一回言いますと、第1試合はヒデ、キナコング、オロナイン、ヒデ、キナコング、オロナインバーサス、アベビン、小江戸、お茶丸ですね。今呼ばれた6人の方手を挙げて、そのなんか試合やりそうな筐体のところに集まってくださいね。本田、いや違う、はい、あ、3人でやろうという、お名前が分かんないけど、はい、オロナインさんです。オロナインさんは、はい、これですね、はい、で、ヒデっていうのがあそこの人ですので、仲良くしてください、はい、はい、オロナインさんという人、はい、です。はい、で、で、そこら辺でやるん で、じゃんけんをね、じゃあ、アベビンとヒデでエクスパーさん終わり、じゃんけんしましょう。エクスパーさん終わり、はい、ヒデさんとアベビンでじゃんけんポンしてください。ニーヤさん、金子さん、ま、金子くん、金子さんですか。いいよ別に。じゃあ身代わりで、いや、バイパーさん倒してからにして、じゃあニーヤーさんっていう名前でやってもらいましょうか。じゃあ金子さんにね、書き直すのめんどくさいんで、じゃあ金子さんは今日はニーヤーさんとして出てください。名前はニーヤーでいいです。100円は、ね、そう、ニーヤーさん確かやってたから。じゃあニーヤーさんが今日はガエルを使ってやってくれるそうなので、はい、決まりました。決まった、ワンピーで決まってるっぽいですね。向こうがワンピーかな、確か。順番も申告やった方がいいよね。そうですね、順番はまあ最初は、最初はね、最初は最初は、はい、やりましょうね。お、機械さん我々仲間ですよ、頑張りましょうね。はい、いいですよまあいいですよ、はい。キャラは、いや、キャラは一応なんか、あ、書いてね、俺キャミーにしておきます。あんま関係ないけどね、かぶせだから。そうですね、はい、え、あ、あ、はい、はい、はい、では決まったそうです。はい、どうぞ座ってください。はい、お茶丸さんとオロナインさんかな、オロナインさんっていう口の動きだけは見えたんだけど、お、アベビンだって、あいつやる気じゃんさあアベビンやれと。オロナインさんがベガだかんだっけ、なんかよくわからないんですがベガだと思います。
順番はなんかくじ引き多順なんで、まあ、こうやってやりました。はい、じゃあ今日は、8月よ4日だっけ、8月4日のニュートンの、NBC ランバとの、今日はですね人数が多いので、3 on 3の8チームの戦いとなっております。さあ3 on 3ですよ、すごいですね。すごいですね。第1試合は、まあ、ちょうどいい練習になるんじゃないですか。はいはいはい。第1試合は、オロナインさんのベガとアベビンの、おーいいですね、強いな。あの垂直ジャンプ中パンチは、はい、判定がいっぱい持続しているので強いっぽいですね。上にも下にも、 上にもあのそう最初に振り上げたモーションとあと振り下ろしたモーションにもあるので、はい、あの加工中になんか突撃してきてても結構相打ちになるんですね。確かに確かに。そうだから結構強いってあのニーヤさんに教わりました。ジャックパンだとね、はい、ちょっと判定弱いですよね。ジャックパンは、ジャックパンは振り下ろした腕に反省がないんで横からに弱いんですよね。確かに確かに、はい、っていうのがあるので S ホンダは強いんですけどね。そうなんですよね。さあウルーツー勢の人なんじゃないですか。確かよくわからないんですが、はい、バーサスの常連ですね。もうなるほど、毎週のように東西戦に見ます。これはね、これはアベビンさんがやらかーい、アベビンさんがやらかしてくれないとかじゃなかった。これはしょうがないですね。ヒデ行かない。ヒデすぐね、いやヒデさんもうねすぐそうね、あのいや僕が中堅出てでもキナコングさんには出番ありませんよぐらいのこのあれが欲しいですよね。そういうのは一切ないね。そうなんかもう自分のプレイヤーとしてのこの格みたいなのを考えてほしいですよね。そろ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 だってあのだってね3人で言ったら一番やってますよ。一つ多分そうですよ。そうでアベビンに行けそうって言ったらやっぱりね。そうそうそう。あーうまブリソナ今のいいですね。ハラマートのブリソナだプリソナーね、はい、プリソナービームっていうのが元ネタらしい。そうなん、なんかのシューティングゲームの。はぁ後ろに出んのらしいです。ゼロウィングだっけ。ゼロウィング、あれかゼロウィングのなんか引き寄せる引き寄せるビームみたいのがあって、はい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 、それがプリソナービームなのでヨガプリソナーになることかなってるらしいです。初めて知りました、はい、あのゲームね30分もやると転換になるんでやばいです画面そんなチカチカするのやばいそんなに敵を倒すたんびだよ。チカチカするのやばいあれはやばいやばいですね、はい、あんまり見つめてはいけない。10分でよだれが出てくるやばいですね。さあそしてさあヒデがじゃあもう温めただけあってね。温めただけそうですね。ああいいですね。さっき今日やってましたよ。なんかかなり数はやってました ねアルミンさんやっぱ勝ってんだよ。あー死ぬね。あれおとなしくガードでいいような気がしちゃいますね。うーん100回目逃げたいってのあるんだけど逃げてもみたいな。うまージゼロみたいな。そのうまージうまージ派なんで僕。あなんかいい感じの動き。こっからがアベビンですからね。いいですよ結構。まあ対空飛行で終わりは終わりなんで終わりは終わり。 B ウィングじゃないです。 B ウィングは B ウィングっていうのもあるんですか。あれはデータ移送ですね。そうなんだ。ゼロウィングはどこだ。ゼロウィング東亜わかんない。東亜東亜か最近じゃないんですかあの時代。あ東亜かな。東亜だった気がする。あーちゃんと押せば。おーいちゃんと押せれば繋がったんですけど。サンタでリーチいいんですか。今回は敗者復活ありませんから本番、ね、さながらのルールですよ。はい負けたらね、おごられくんやってもらいましょうね。いいですね。ジュース払い。さあ、あ、いい、当たるんですね。まあこれはかなりウィンコンディションな動きしてますよ。かなり厳しい、見た目以上に厳しい、そうですね、今、体力差、時間、ああいいです、お見事。今のやる。お見事ですね。さあ、これ今日キャラ書いてないけど、みんな固定だよね。あ、いい質問来ました。ホンダって飛び込むときにジャンプ台形ではなく中継。それはですね、それはですね、 X ホンダはジャンプ中継の判定が一番強いからですね。長いんですよ。はい強キックは逆にめくれるという性能を、ね、そうですね。暗い判定がちっちゃいですね中継の方が、ね、なのであ一方勝ちしやすいっていうことですね。先端に攻撃判定のが中キック、はい、根元にあるのが強キック、はい、あとまあ食らったりガードされたりした時もあの少ないんでガードバックが近づきやすいですね。その後大一丁話でやろうと思ったらやっぱ中の方がいいですね。そうですねっていう今ことがあります。
なんか、なんか今こうやって喋ると我々知識ありますね実は我ながらこう今思いましたね、うんうん、使ってるキャラならわかるよ。そうですよね。さあ、あーかなりきつそう。小江戸さんも頑張るが、うん、いいサイコ。ナイス。あーどっか行っちゃう。どっか行っちゃう。さあベガ戦は麻薬という謎の格言が最近生まれたが、もう何もしなくていいですね。さあ、いった。うわ、詰めて。いいですね、こういうコメントどんどん書いてほしいですね。そうですよね、我々伝道師としてはね。そう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 。もうね、やってる内容を説明してるサイトとかないんで。そう、この、ね、ああいいですね、背中蹴り潰して、おここでなんとなく打った千列、なんとなく打った百列とかを飛ばれるのがよくある負けパターン。そう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 前に飛んでくる、あれがまた強い。あーやひる。さあこれは、さあ、山本さんはバルログですか。いやいや、お茶丸、お茶丸、お茶丸さんは、お茶丸さんはバルログらしいです。バルログですかね、はいはい。まあ、バルログにキャラ変えしてから結構長いですね。結構ね、使ってるんですよね、うん、普段は。背中切りの裏表は見分けられるかどうか、苦しいです。キャラによるですよね、これは。キャラによるし、完璧だと難しいですね。まあそうっすね、結構思ってて、一フレで表裏が入れ替わる場所はもちろんあるので、結構思ってですよね。いや、ほぼ結構見た目通りみたいな、見た目っていうか表、うん、あー引き殺せ、はい、あー減らないけど、はいはい、いった、はい、いや、これですよ、いいですね、これ。今テンションが出てれば返せる表だったと思うんですけど、最後の、あ、テンションどうだろう。いや、結構真上からスッて降ってきてたんで、多分大丈夫だと思う。あーっと、あ、表ですね、今いいですね。今の分かんないやつですよ。どっちどっち、あい、ヒデ、ヒデ、はい、カサ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 、ヒデちゃん、ヒデちゃん、中山、あ、はい、お茶丸シフト大成功。お茶丸やりましたね。これはバルログ対策しておかないといけない。みんな喜んでますよ、これ。いいですね、ということで、瀬尾破天荒長州 VS 機械な山本中野やりましょう。あ、実況は中立ですよ。さあ、瀬尾破天荒長州って、これ結構強い気がしますね。しかし機械山本中野、中野キャラなんだ、キャミなの、あなた本田の方が向いてるよ。その次の試合の人たちも用意をしておいてください。川島角っぴ固定バーサス友座苗場宗有です。チュンリーバルログサガット、あー使いやすいのはチュンリーですね。チュンリーは本当に使いやすいです。サガットはね、このゲーム買いキャラです。 S サガットは強い、 X サガットは弱いという、分かりやすい。あ、カワシムツノッピ皇帝チーム、ちょっとあの作戦ねといて。トモ様、ナイバムナーリーいる？うん、次。これ、ま、これ今から始まってこの後だから結構先だよ。先方は破天荒対誰だ、 2P。山本さんですね。昇竜の無敵が一番長いのは、X、全部 X だったら剣なんですけど、まあ、あのスーパーキャラというのがありまして、あの赤い剣ですね、あれがやばいです。てっぺんまで完全無敵です。ん？あ、バイソンの弱ヘッドが一番、通常では一番長いですよ。
で、2番目がジャックナイフ。ジャックナイフは尋常じゃないですね。バイソンのヘッドとジャックナイフは使い方が似てて、あの持続、発生が遅い代わりに無敵がガン長いという。昇竜レッパとか使いますからね。お互い使うんですよ。すごいですよ。さあ破天荒が取って、おー、山本が黙らされている。うわー、あ、おいしい。あれ引きつけて難しいですね。あ、豪気は完全無敵ですね。上昇中完全無敵です。さあ両者ゲージを貯めると、これはチュンリー当たればワンチャン。あー、うー、これはもう時間がないですね。投げ大丈夫。さあ時間足りず、破天荒が逃げ切った。あー、弱と強の違いはね、弱小、え、いや固定でしょ、固定で。まあ、竜だったら弱が一番無敵に長いんですけど、ほとんど変わんないですね。火力は全然違います。強昇竜一択です。さあ中堅はあれ、誰、機械さん、違う、その機械さん、大将中野に任せ機械が出る。あ、瀬尾くんが無理ってやつか。歴代最強竜、差し子です。いや、ふたちゃんだな、ふたちゃんです。さあ破天荒がいい、いい感じ。うっ、うっ、ちょっと削られた。下がっていく機会、こいつ飛ぶからね、気をつけて。あー、惜しい、惜しかった今のは。あ、こんばんは、鳥会の会長です。さあ機械といえば、まあ、困った時のごまかしと、の機械っていう異名もあります。あ、これあれじゃん、 X ゲーマーズじゃん。ヤッホー、2回転です。これは破天荒 VS 機械です。さあ真空打っちゃった。これはもうクルージングで終わり。うん、ヤッホー。さあ機械が勝って、これで1-1。瀬尾が行く、瀬尾が先に出る。長州さんが機械ガイルをかなり苦手としているので、それで出たんでしょう。イエス、トゥモロー、ファーストテン川端 VS 鈴木、楽しみね。うわー、裏にいる。なんだあれ。なんだあれ。なんで裏回ってんだろうな、あれ不思議だな。このゲームはですね、基本的には皆さん軸が太いので、裏に、端っこで裏に行けるキャラほとんどいないんですよね。投げ返しのコツ、投げがですね、通常投げがゼロフレ発生なので、まあ、リバーサルでやるんだったら、竜とかだったら中ボタン強ボタン全部
投げれるんで、4つずらしをするのがおすすめですね。さあトネピーじゃない、中野キャミーですね。トネピーです。開幕フーリガンが入る。死んだが、あーっとコンボミス。キャノン、これは裏のバックですね。うおー、やる。もう投げ前に入った瞬間にボタンを押せば投げです。投げます。おお、あれはですね、キャミの方が細いからです。やーれー、おお、これはエクサーの時のトネピーが帰ってきた。いや、なんかもう勝手に書かれてる。さあ対照戦になる。ファイケ勢ってなんだ、ファイケ勢ってなんだ、わかんない。ファイケ、ファイケってなんだろう。さあ膝つかみから画面端に、うおーっと大エスケイ、フーリガンが通る。おじいちゃんだから見えない。あー、投げ返しましたね。投げ返しというか、あれはもう起き上がった側はしばらく投げ無敵なので、密着してたらもうボタンを押せば投げ無敵したい、投げられ判定あるってやつなんで絶対投げれます。でも埋まってるの投げるの難しい。さあこっから逆襲ののろしが、もう機械さんはあれ不思議なだけです。意味が分かんないです。投げ前が広いわけでもないですね、あのキャラは。うおー、長州こっからリキラリアット、あー例のやつ、すーげー。さあトネピー惜しかったけども、GGPO 分かんないです、今の GGPO そんななんだ。勝利埋まってるやつにやる長州キック、待ってねってやつでしょ。出てなかったですね、ジャンプしちゃった。さあはい、カワシムツナッピコテとトモザナエバヌナーリ、はい、じゃんけんしてらっしゃい。した、はい、決まった。はい、はい、オッケー、やってください。コテさんと、ナエバさんかな、わかんないな。はいはい、コテさんとナエバさんですね。さあ、ですね、さあタイガー、さあ打った。さあゲージ溜まったので、もうちょっとね、気まずいところですよ。露骨に前に来ましたね、ジャンプしてきて、うん、危なくない、大丈夫。さあ上、アパカが間に合う、上なので間に合う。さあこれはもう露骨に来ますよ、露骨に。さあアパカ間に合う、そうですね、見てから飛んじゃうとね、さすがに間に合いますね。さあいいタイガーを打ってる。さあタイガー打って、さあタイガーアパが間に合う、抜けられない。さあ戦列当たったら終わりですけどね、どうするかな。危ない。さあもう怖いですよ、もう怖いですよ、だいぶ怖い。それぐらいの距離でいけば、そうですね、さすがに出ますね。アパカで削って投げに来た。さあい
さあ悪くないゲーム作りはしているが、やはり戦列の前には無力。シングルエリミネーションですね今日は。ディストーナメントイズシングルエリミネーション。あぶねー、上タイガー地味に怖いんですね。あー間に合うですね。うん、うん、これはガードしてしまった。ムナーリさんいいんですか。さあ、あんまり面白くない同キャラ戦。まあ X 基本的に同キャラあんま面白くないんで、さあしょうがないです。まあ、ガイマクは垂直強いんですよね。垂直本当に下がった同キャラ戦の垂直はマジで強い。お互い落としづらい。さあ先に下タイガー打ったらかなり有利。これは小手さん有利ですね。上タイガーだった。ダイヤシ差し込んでタイガーこのねお互い前ジャンプなんですねって当たんないんですよね。さあしっかり最大反撃取って上タイガーから、さあこれはゼロドット厳しい。さあ開幕は、うわ我慢してちょっと待ってタイガージャンプする、上飛んでダヤシー最大ですね。アパカが出る、追い詰めたのはムナーリ。さあ若いやつに俺の玉打ちを見せてやんよ、そういった気持ち。ようこれが玉打ち、そこで出てくるのが新打ち。さあ、あ下タイガーをパンチで潰した。うん、なんか厳しい。あっとムナーリ、まあ、弾速が速いんで見てからあって思ったらガードが間に合わないみたいなことは、まあ、割とあります。空対空、結構空対空も選択肢としてはありますね。下がっと、うん、間に合う。このタイガーの連打にジャンプ間に合っちゃうんですねつって。おっと空対空いいぞ、ダイス差し込んでこれは無理をしない。さあ強気に打っていく、打っていく。あと空振ってまだまだ堅実にいくぞムナーリ。あーま空対空、ガードこれはアパが刺さって分からなくなってきた。画面端、うわー、ムナーリ。さあ画面端抜けられてしまった。さあここで、友田さんがね、大将ですね、友田さんが、小手、ツノッピ、カワチも超えなければいけない。まあ全然ありそうな気はするが、さあずらして当たらない。当たる5段ができる。4段でした、すいません。さあ開幕は歩いてくぐっている。アパカで切り返す、これはずらす。結構ねこれ難しいんですね。お互いダブル2で突っ込んできて裏回りから投げてピヨル。さあこれはさ、なんでよかったんじゃないのか、出なかった。はい、これはツーどっちが出るんでしょうね。まあどっちでもみたいなところはありますが、ガエルとダルシム、ガエルが出ました。さあここで、あこれはサマー打ったけどショーキックになっている。受け身がなくて死んだ。パンパンパン。さあまあよくあることなので気にせずに、あライキックバックスバットで潰して、さあここからが試合開始だ。アッパーいった、これは食らう。あーわざわざおしゃれに決めた。まあまあ、よくあることなんで、よくあることが2回起きたって言ったらそれだけのことです。さあそして川島さんがダルシムで出てきますね。
どうするか。お、切り込んで追い詰めたが、わからない、食らってしまう。ドリルがなんか出なくて食らう。めくりはガードできない。くー、死んでいく。まあこれものベガがつまかまるとね、わからないんで、こうなんか圧倒的に見えるんですが、逆の立場も明日あり得ると。明日は我が身。さあホバーを中キック潰して、ドリルとサイコが相打ちから投げて表。ドリル、さあゲージは貯めた。裏に回ってゲージを使わせない。うまい中キックから、これは中キック、前ジャンプ中キック、いい選択肢。完全に地上で潰すつもりで飛んできてたんで、いい選択肢だったと思います。さあ掴みにはいかない。ワンフレームがちょっと短くて暴れる。最後でこれはガード、中盤暴れが機能している。さあドリルで突っ込んで、そろそろ投げない、まだ投げない、これは浮いている。投げで行って、投げに行ったが化けても OK。 さあっと2オードリルとサイコ相打ちにならない。今の角度相打ちになってもよかったような気がする。さあ勝ったので2回戦進出。じゃあ次がお休み、昨日ガースターさんとウルトラマリオさん、ニーヤさん、はい、なんかじゃんけん済んでそうな感じ。次がバイパーさんとエクスパーさんと長男さん。じゃあ先方はそのあたりにいる中立そうな人に、日本語がわかる人でね、そう、じゃあ聞いてきてください誰か。はい、あ、こんばんは。じゃあ阿部敏さん先方だけ聞いてください。先方、はい、先方阿部敏にお願いしますね。はい、お、喋らせねえ。こんにちは、アベビンです。喋らせねえよっつってな。アベビンです。誰だよ。アベビンの真似をしようとするとドラえもんになるというトリビアがある。じゃあニヤニヤしながら喋ればいいんだよ。そうなの。そう、ニヤ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 しながら喋るとアベビンになる。ふにゃふにゃした感じで喋ればいいんですよ。ふにゃふにゃ、そうそう。あ、ちょっとさっきよりね、だいぶいい。何だいぶいい感じ出てる。アベビンの、そう、だいぶいいですよ。カニカニカしながら食べるぞ、アベビン。あ、だいぶいいですよ、だいぶ全然違う、もうだいぶいい。マジマジかい、だいぶいい、すごくいいです。アベビンです。あ、いいです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 よ。ニコニコしてんのがいいんじゃないの。そうですよ、ニコニコしながら喋るんですよ。だって本人がニコニコしてるからいつもね。まず表情を似せるところから始まるんですよ。なるほど、さすがトレピ、はい、そうですよ。喋りについたちょっとね、ありますからね。表情とかにしてると、あの口の中の形とかも言いますからね。なるほど、気持ちもやっぱ変わりますし。気持ちいい。そうですよ、笑いながら怒ったりできないでしょ。だってはい、決まりました。さあ、アベビンが丸をしてます。さあ、ウルトラマリオさんですかね。はい、どうぞどうぞ。ウルマリタイ、あ、いいですよ、やって、どうぞ座って、どうぞやってください。スタートボタン押していいですよ。エキスパー、エクスパーですね。あれ、エクスパーどういう意味なのか分かんないですけどね、未だにあんまり分かりたくもない。分かりたくもない、分かる、その気持ち。さあ、はい、アベビンどうぞ。ウルトラマリオさんが、2P の青い方ですね。戻ってきましたよ。ほら、だいぶ結構似てましたよ。さあ、似てる？長州さんは。いや、長州さんね、さっき良かった。最初、なんか舐めた感じだったんですけどもう、全然真似する人へのリスペクトゼロみたいな感じのモノマネだったんですけど、ちょっと指導が入って良くなりました。さあ、トネピーのおかげだ。青いのがウルトラマリオさん で、ね、なんかオレンジ色のが、ですね、はい、エクスパー、そういうことで、なんか打ってった。もったいない。お、中間で対空している。あれいいですね。なんか飛んでる。あ、あー、あー、日頃の行いが悪かった。勝利出なかった。勝利が、あー、中キックで、あー、リスティで行きましたね。ね、さあ、真空波動が当たるともう分かんないんでね。まあ適当に打ち得ではある。あー、なんかいつもの目の前の竜巻、そういうことは聞かないんだよっていうのをね。これ今回あれっすね。あ、勝利早出しでしてきた。ガードしている。さあ、ここから使うぞ。飛んで
くぐれない。さあこれは4ヒット、今のは OK ですね。そうですね、何なんですかねあの勝利をね。さあ何ですかね。さあ不思議な踊りですか、ニカ、ね、さんが言う奇数偶数、どっちですか、長州さん詳しいでしょ、こういうの奇数偶数どっちがパスあたりなんですか、ヒット回数知らない、あれ知ってんじゃなかったっけ、忘れたそうです。まあそういうこともあります。数えるペコさんのやつだ、はい、長州さんは知ってたけど忘れたそうです。それは地方なんとか、まあに人はさあピヨるぞピヨった、バン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 、あれあーいいですね、まあ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 いいんじゃないですか。さあいいですね、勝ったんで、勝ったんで OK です、ね、うん、さあ奇数偶数どっちかはわからないですね、僕も実はなぜなら数えようと思ったことがないからさあそう最後は数えてるっぽく強気にいくっていうね、そうそうそう、なんかあこいつ数えてやがるみたいな打ち方してて実は何も数えてないっていうね。そうあれね、ペコさんが言ってたのは、しゃがみ小足2発とか刻むともう分かんなくなるってそうもう分かんない、そうペコさんが、ペコさんが言ってた、うん、数えてるけど分かんなくなるってことだよね。そう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 、それがなければ大丈夫だけどみたいな。さあそんなに重要じゃないかっていうと、うん、多分重要ですね重要、はい、このゲームは実は重要だと思われてることをみんなやってなくてアナログなところでカバーしてるってことが非常に多いですね。あ、そうだね、確かに、あそうそう、ね、仲間がこうね、1212ってやってこいんだよね。長州さんね、今いいこと言ってこうグッパグッパってやってこいんだよね、仲間がね、横で、あのフリースタイルのあのバース数えてる人みたいな感じでねやっとけばいいんだよね。そうそうそう、わかるわかる、アベミンさんもたまに話をおいちょしてない時もあるもんね。そう重要なのにね、もう僕は7しないそう いやでもやってる時もあるから7しない、うん、そうできるやってるよ、やってる時もあるけど、うん、やってない時もあるから、うん、やってない方が多いけど、そうあの例えばねベガ戦とかは、まあ、それは端リーチでジャンプ、それはジャンプ防止で押してるってことでしょ、うん、最後僕大パンでやるんですけど、はいはいはい、投げ返しとか相打ちにこっちの大パン入るから、まあ、そうですよね、そうピオリーチの時はあっちの方がいいんです。だから今言ってるのは戦略的にわざとやってない時であって、やった方がいい時にやってない時も多分あります。そうだから7でもやらないって思っといた方がいい昇竜持ちに対してやってない時も多分ありますよね、うん、たまにそうっていう時もあるんですけど、散々文句言ってる人がこれ長州さんという人が横にいるんですけど、チーム組むんですよ、スチューキャラ、そうマキーリケント、さあ食らってなんかウルトラマリオさんがいい感じに勝ってますけど、そうですね、あー裏行ってしょ、これでこれは削りきれない、日頃の行いがいい ね徳の徳がね、数えた日頃の行いですよ。さあガードでいい感じ、アッパーね、クラッシュパンチだ、あれクラッシュパンチ、そうこれはさあ残ったのはバイパー、バイパーさん寒いって言ってました、県内今日は聞いてますよ、今日は今日は聞いてます。基本的にゲーセン聞きよくないんでね、聞きよくないと思って来るんですけど、ニュートンは聞きますね、ニュートン、まあ、人数集まったら分かんないんですけど、そうちょうどいいみたいなのがねさあこれはウル2では練習できない組み合わせ、絶対にできないですね、仕様が全然違うんで、はい、投げスカリモーションあるから、そうだよ、おあるんじゃないの、知らんけど、知らんけどって全然知らんけど今言った、おお、リスティ使える、さあここで、あっと、うん、真空読んでた感じのね、あー今ちょっとね引かれなかったんで、ちょっと本人的にはちょっと芸術点マイナスですね、ちょっとムッとしてますね、そうですね、実技点はもうウルトラ S みたいな感じですけど、芸術点チーム的には OK だけど、さあいった、しっかり投げつかりないって、すいません、投げ受け身があるのか、あここからが本番、はいはいはい、うーんといい、しっかり仕込んでいる、いやこれ良かったですね、相手チームはね、いや今のは昇竜に対してしっかり仕込みがね機能してたんで、芸術点高い高いです、
投げすかりサイソです、はい、さあでもウルトラマリオさんもダブルで死ななかったからまあそうですね、いいですねさあこれは何でしたっけ、ね、2回転さんが今日はお休み昨日ガッサさんです。死にました死にました。さ あ, さあ死んでない、死ななかったね。バックジャンプ、お、タチガードからのこれちゃんとやってれば倍賞なのにね、もう勝てない勝てないって言っちゃう。意外と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 こうなるのこれ。ああはい、でもビビり、もう開幕からビビりすぎ。なるほど、そう、アベビンアドバイス、うん、強気にいけと、お前はできる子だと。そうこれこれこれ、アメリカ式にねちょっとやっていけば。あー危ない危ない、ね、あったあ今のはアッパーでしょ。さあしっかり、はい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 、アントビからアッパー、そうこれですね、遅らせ、ね、そう、こうやればこうやればいいんだと。そう、ミカさんも結構怖がっちゃうからね。まあリスクをね、そう省くって戦うタイプですから。あ、ライパン、これはかなり厳しそ う, そ う, そ う, もうこの後ろに下がれるスペースがこれだけあるっていうのがもう、ね、もう心の安心感ですよ。もうなんでなんで、安い危ない危ない危ない、なんか危ない、あー行った、これはゲージあるんでもうだいぶ、そうですね、あスパコンが出ればね。ああそうですね、あー、読み合いに勝った、まあね、今はね読み合いに勝利しましたね。じゃあ長州さん見えない、長州じゃなくて阿部敏小江戸茶丸と川シム角っぴ固定ですね。なんか1回戦勝ったなって思ってる人たちちょっと、はい、阿部敏さんですよ、阿部敏さん小江戸お茶丸ですねさあいいんじゃないですか。さあ行きましょう、ジャケット下阿部敏、だからさっきのアドバイス全部忘れちゃってるこの人も言ったのに全部忘れちゃってるもん。阿部敏違うでしょさっき言ったアドバイス何ですか。ニコニコしながら、そっちでしょ完全に何やってるんですか。アベビンです、そう、そっちの方がいいですよ。ニコニコしながら喋るのはね大変ですね。ニコニコしながら喋るの無理だね。いやいや、あのニコニコしながら喋る人って実は笑ってなくね、それ。いやいや、ニコニコしながら喋ればいいんですよ。口の形の話をしてるんです今。表情筋です、表情筋。だって心の中笑いながら喋れないもんだって。なんて人なんですか。いや、笑ってる時って喋れなくないですか。いやいやいや、にこやかにいけばいいじゃないですか。別ににこやかにするのはいいけど心の中は笑ってなくないですかそれ。いや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 、まず形から入るって言うでしょ。さあ先方は誰かな。アベビンです。先方聞く人がいない説ある。アベビンです。決まったって。はい、申告しに来てください。じゃあお互いの両親を信じて。はい、ボクさん、はい、ボクさんどうぞ、はい、聞いた向こうのチーム。はい、聞きました、はい、始めてください。小江戸さんですね。ベガガイル、これはいい勝負。ベガ有利だと思いますがガイル有利説もあります。ガイルの方がちょっと難しい、まあ、ちょっとじゃなくてめっちゃ難しい。難易度がちょっと違いますね、はい。目がね、ぶっちゃけね、ソニック見て飛べばなんとかなるんですよね。お互いちょっとね、そう、おっと表からいった、あーで、めくりが入ったらさ、ベガ側は即死でガイルは2回当たらないとか。うわー、ピヨってしまう。さあ難しいんですよね、ガイルが。これ開幕がもう難しいもんね。さあ相打ちで、おー、うまい。さあもう画面味だ。こっからガイルの頑張りどころ。さあ今の選択とかもうまいっすね。さあタマプラにはつられないぞ。ソニックを打つしかないんですが、そうですね、ソニック3発当ててやっとガイルだね。ベガにプレッシャー、おっとしっかり引きつけたが一発裏から、あー下段ー、投げではない、うまいですね、投げじゃない。小江戸ベガしっかりしていた。そしてカワシム温存つってもね、相手ホンダとかバルログなんでね、まあ厳しいとこですよね。
さあ、まあ一応サガットが一番いける、あ、いけんのはホンダかな、一番いけんのはホンダですね、サガットが。まあ、ベーガーもいけるってヤヤは言ってましたねそれは、そのヤヤさん基準は人間が得しないでやめましょう。あー、食らってしまう。あ、死んじゃう。今のはね、昇竜で出ないんで、昇竜出そうとして食らっちゃいましたね。ベガが画面端に到達しているとコマンドが逆になるので普通の昇竜が出ないです。ちゃんと入力したら出るけど、逆に入力したら出ますね。で、出ても勝てる、出てもなんか高めでウェイみたいになっちゃう。え、てかベガって入れ替わるんだっけ。入れ替わりますよ。ベガって太いキャラだったような気がするんだけど、入れ替わるんじゃない、わかんないけど。デブキャラは基本入れ替わらないです。細いキャラは画面逆でも入れ替わります。画面逆っていうのは自分がスタートしてない方ってことですよね。そう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 。さあ、この謎概念、何なんですかね昔のゲームだから適当作ってんすよねさあ、あー、大キックが強い。あ、バッカーが、ナイスガードじゃなかった。切り返す、頑張って割り込んだわ。歩いたのを見てタイガー打っている、逆に来るタイガー、切り返して出る、抜けるんですね。あ、これやばい、アッパーが、あー、これはどうせジャンプするんだろう。あ、ジャンプしてなくても危うくなる感じだった。さあ、惜しかったですね、コテ君。悪くなかったですね。さあ、カワシム、さあ、カワシム、ここから怒涛の3人抜きが必要。カワシムさん、先ほどの友田参戦は1回も投げを見せずに勝利してましたからね。なるほど、見てなかったから分かんない。1回も投げてなかったですよ。全部裏、はい、全部打撃でした。さあ、ショーキック素晴らしい、ファイヤーでバックジャンプでかわす。さあ、画面端に追い込んだ、大パンチでお釣り。さあ、これはきつい、厳しい、上、ブラスト、うーん、なんかすごいところに当たる。さあ、最後で突っ込んでくる、ゲージが溜まったけどもうちょっと遅い。今のはナイトメア出してもダメ、ダメですよ、あの裏に行けないんで、あのほら、押し返されるの、押し返されます、ダルシムの裏に行けないんで。さあ、スライディングファイヤーを打とうとしたらスラストカラキャンブラストに化けましたね、今。さあ、中盤丁寧に丁寧に固めて、とりあえず使って固めてる間にもう一回たまんなからみたいな感じの使い方。これは踏んでしまう、あの命がけのチョップが怖いですね、これは。遅らせ、投げない、投げない、カワシム投げないんですよね、なんかねまあ投げなくても攻めが継続するならいいんですけれども、まあ、そういうのを目指してますよね、見ると攻めの継続みたいな。継続なってんのかな、なってるように人も知ってますよね。さあ、お茶丸さん、先ほどヒデチュンリーが敗れた。さあ、これは投げない、テラーで返す、お見事。さあ、氷丸は、うわ、当たんない、チョップ。さあ、うまい、繋がんないんですね、繋がらない、スライディングからだと繋がらないですね。お茶丸がいい我慢だが、ドリル、うまい、ショーパンチ、バックジャンプ、ショーパンチで持続が長いですね。まあ、バルドグラは早出しの爪で相打ち取れるんですよね。大パンチ投げだった、うまい。さあ、相手の動きを見ている。あー、投げられて、あらの、おっと、本当うまいですね、重なってないですね。さあ、ショーパンチで落としてブラストで溜めて、チョップからやりたいやつ。おー、すごい、着地に対応できないと見越して裏からずらしてやってますね。受け身がなくて爪がそこに。これはあの、詰めないとチョップに勝てる技ありません。マジで、はい、そうなの、はい、詰めないとチョップに絶対勝てないんで、ね、無理です、もう。本当、はい、本当、はい、一方勝ちは無理です、絶対。本当、詰めないと、はい、無理です。まあ、自信満々でトネピーが言っているが、攻撃安定が変わります。はい、おじさんが変わるのは確かなんですけど、はい、絶対勝てないってことはない。投げるのは多分できると思います、うまくやれば。さあ、ここで大将アメビー、アウェーウィンです、とか違うって、違うって、ニコニコしながら喋れんじゃねえの。あ、死ぬか、ニコニコしながら普通に喋ればいいんです。ニコニコしながら普通に、あ、それですよ、それ、それですよ、まさにそれ、みんな分かってる、長州さん以外はみんなそうだと思ってる。うまい、
さあドリル、さあとりあえず使って近くに行く。さあ落ちに入んない、あれダイパー入んねんよね。いや入りますよ。あのでもリバサ連続、リバサ通常だってむずくないですか。だって出ないですね。運ですね。ねえ、うわー、今ね何かに反応したんですけど、その距離で、その距離でインフィールド出たらもう人間じゃないんで、ね、見えない距離でのトスコイがうまいです ね。さあこのね、なんかね川島さんのこのフレームうまいんですよね。あー投げー、やばいやばい、川島ね褒めたらああいう大爆発をするんですよね。逃げた、うまいぞ、全然ある、あります。さあアメビンが、さあダイパー、うまいですね。もうこれダルシュもいけますよ。燃えて、はい、熱い4ヒットは美味しいですね。めちゃめちゃ美味しい。投げる、これは投げる。さあこのまま3立てしてしまうのか。さああの頭突きに対してのテレポがもう全てでしたね。さあ奥浦瀬勝利関中関中だと思いますね。さあこれは、お、うまい。今のフレームはもう何もできないですね。どっか行ってめっちゃはない。おー、なんとかレンガにした。でもいいですね、川島さんこういうのうまいですよ。しかしアメビンもわけのわからない連携、どっか行っちゃう。さあ川島よく逃げた。さあコパンデタ行くからショーファイヤーはきつい。さあチューティック手堅い、体力リードしてるんでね。うまいぞ、いいフィンフェルノ、完全に待ってます ね。さあということで勝ったのは川島ツノッピコテチーム。じゃあ次はあなたの出番ですよ。いやさあということで、次復活ないです、大丈夫です、安心しておしっこしてください。はい、お腹痛いって言わなくていいけどね。さあ瀬尾さん行ってください。さあ準決勝は瀬尾破天荒長州チーム対2回転ウルトラマリオ金子さんのチームですね。さあはいはい、わかりました。向こうはなんかもう先方決まりました。はい、もうこっち決まってるんで、もうそっち適当に座っていいです。さあニーヤさんという名前で今日はね、ニーヤさんは今日はガエルを使ってくれてるんですねっつって、まあ、ニーヤさんガエルも使えますからね。そう、はい、どうぞどうぞ。じゃあ破天荒さんとマリオさん、マリオさん先ほどはエクスパーさんと湘南さんを倒してということですね。さあなんか普段の行いも良かったんでね、真空フルヒットしなかったりしていい感じだと思います。さあ青いのが、ウルトラマリオさんで、なんか灰色いなのが破天荒さんですね。さあ波動拳、ダイヤシはガードアッパー、これの対空してますね。あれは老流拳という技なんですけどつって、なんですかね、こうインターネットでこう鍛えたこのリスクヘッジですかね。ラグでぴったりのタイミングで出るかどうかわからない小流拳よりは早めに押しておいて絶対に出るだろうアッパーの方みたいな、そういう感じなんですかね。さあこれは潰されますね。そうさあ破天荒さんも普段の行いがいいので当たらない。さあ逆に真空がたまりそうなのは破天荒、グッていった、削りでいけんの、うん、これはしのいだ。さあしのいだ、開幕はお互い下がる。まあしゃがみアッパー耐久もね、向こうが超早めに大キックとか出してると結構潰れちゃうんで、そのあたりですね。中ゴスからインターネット対戦でやってたら中ゴス 100% 当たりそうですね。なんか絶対見えない数。さあ波動拳当たらなくて、あーっと投げ返し、削りでまだ死なないので生きてるけど昇竜が出ない。さあ出るのは湘南さんかな。はい、すみません、長州さんです、長州さんですね。はい、長州さんですね。瀬尾破天荒長州で、長州さん出ました。波動拳
波動拳、波動拳、波動拳、波動拳出なくて、あ、踏み込みでカバーして中キック、当たんない、アッパーで対空飛ぶ、ダヤシアッパーがダヤシやられて、うろ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 地上戦してる風、飛んだ飛んだ、これを狙っていた、うろうろからなんかやだなって気分にさせて打たせるテクニックですね。飛ばんで、さあなんかフェイントして、さあ画面端に追い詰めた、ここは玉打ち、画面端、昇龍がなんか逆に出て遅らせはガードしている、飛んでガイバラぶって、さあこれは画面端に追い詰めてはいるが体力リードされる、ウルトラマリオさんが粘り強くて、あーっと剣の大パンは通常技では潰しづらい、そういうこと、ここで昇龍が必要だった。さあニーアーさんがガエル、ニーアーガエル、さあいけるか、まあ、普段から使ってますからねニーアーさんガエル。さあソニック、ソニック、さあ今日はニーアーさんなんか手堅い動き、変な動きしない、ソニックバックジャンプで避けて、ソニックさあ近づいてくるがガード、あー近距離中キックがソバットに化けた、あできない、できないんだから、もうねアッパーレッパなんかできるわけないんだからさ、飛ばれてさあ中足でお釣り、アッパー裏切らない、アッパー裏切った、ピオル大丈夫、これはガイルだいぶ取り戻せますね。さあ攻めない、長州攻めなくなった、大足鋭い、ソニックアッパーしない、投げられる、ニーアーガイル破れる、さあ負けたのはニーアーさんです、大丈夫です。さあここで二回転さんが、お休み木のガッサさんが行く、開幕はバックジャンプ。さあさっきなんとなく見てた感じだと長州さん結構負けてた、ダイパンは刺さる、ヘッドで抜けてずらして、さあこれは付き合わない、遠くで昇龍、遠くで昇龍ばらまくなら勝手にばらまいてくれと、反応できるところだけ反応すると、無理はしない。さあ開幕波動拳打ってく、ダイパン差し込みたいが波動拳ピオリーチなのでちょっと黙る、さあこけてしまった、こうなるともうじゃんけん、それはしっかりアントビできるやつだった。さあケンバイソン個人的にはあんまおもんくないゲームさあこれはガードしている、ヘッドはガード、さあ弱波動を起点にして相手を動かしていく、だがバイソンが速い、埋めてゲージ溜まった、大パン大パン振っていく、危ないけど大丈夫だった、噛み合い勝利当たんない、ヘッダーと、これはダッシュアッパーだった、危なかった。ここで瀬尾さんですね、さあ対象同士の戦い、瀬尾さん対おやすみ木の笠さん、誰なんでしょうねおやすみ木の笠さん。さあさあとりあえずゲージを貯めにいってる感じ、お互い余計なダメージは食らわないようにゲージを貯めて、ついでにバイソンはタンポも貯める、投げに来る、まっすぐ来た、
安全マンだこいつさあさあ安全マン下段はガードしてるぞ、きついぞ、なんかできんの、なんもできないなんかきつかった、これきついね。開幕は開幕ね、さあ来た、減ってるね、あの相打ちオッケーなんで、そう数がね結構減ったね。バイソン側は合わせなくちゃいけないんで、チュンリーはそれをさあ大パン、まあ今2回転さんのゲームメイクとしては悪くないんじゃないんですか。さあさっきと同じ感じになった、あーっといいぞ、うまい、読んでる、背中はねよく僕も出してるんで、あーさあこれは確定、まあ今多分戦列維持しながら近づいてきてたとは思うんですけど、そうですね、後びかりできずできなかったですね、チュンリーの黒びかり、さああ、今悪くないんじゃない、あー、ね、食らってしまった、ちょっとおでかい食らうとちょっと分が悪い。さあしかしシャガ中継の置き方がビンタ、いやこれは厳しいが、あーうまい、危ねー、今の前歩きは超うまい、台足に差し込みに来た、あ投げる、投げに来た、へ切り返して、で今の待ちはすごい、投げて分かんなくなってきた、うわでも何も反格はない、どっか行っちゃう、まあ反格ないだけよしとしましょうか、ただいや辛いですよこれですね、死を待つ死刑囚、あーこれはあった気のばした死刑囚、死刑から生還敗北を知りたい、さあこれは勝った、やるな、その時起きてはならないことが起きた、これは死刑囚復活しましたね。じゃあ決勝は、川島さん、川島つのっぴコテチームと、おやすみキノガサウルトラマリオニアチームですね。3位決定戦はやるんですか？やんないそうです。さあ、はい、はい、まあ時間的にちょっと厳しいかも、 うん、やるんですかって聞かれて何も答えないのはやんないってことです。まあそうですね、はい、即答なしです。はい、そうですね、ね、時間余裕あったらね、これがね22時40分だったらね、全然先方はなんか雰囲気で座ってください。リュウガイルバイソン対サガットガイルダルシム、どうするんでしょうね、まあ、やはり肝になるのはダルシムバイソンあたり、どうするんでしょうね、まあ、うん、ウルトラマリオさんがずっと先方で出てるので出そうな雰囲気はある、そうですね、カワシムチームはうーん、サガットですかね、さあ決まった、いいよ、 1P 聞いてるから 2P そのまま座っちゃっていいですよ、考えてますね、マリオさんですかね、そうですね、はい、マリオさんかなと、はい、小手さんですね、はい、まあお互い、まあ狙い通りといったところか、さあ、リュウサガット頑張れるか、まあ、コテ君はね、これはホンダステージ、さあゆったりしたステージ、さあ八百長は派生するのか、しないですね、しない、さあこれはあの前のサガットの前ジャンプは、まあ、空対空するのが一番ですね、そうですね、ロケッティアで潰すのがいいですね、あーいいですね、ロケッティア、まあ波動拳食うぐらいさせるとか、まあ、ロケッティアがいいですね、あの、はい、一番簡単、まあ確かに、うん、ノーリスクかな、そうなんですね、反応できないという点も考えて、さあこれは大手が食らって、さあいい感じで手出さないですね、いいですね、大足トイクうまいですね、あったー、いたー、いた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 い、おーっと、さあしゃがんでよけた、いいですね、飛んでさあこれもらう、さあ厳しい時間がねーつって、あーあーあー惜しい、危なかったですね、今のはダイゴスでかくった感じかな、あのしゃがみダイヤシが、あ難しい難しい、さあやはり対空がちょっとウルトラマリオさん慣れてない感じか、さあ無理はしないのはいいですよね、そうですね、ガード硬いのは非常にいいですね、さあいい、なんか飛んでいく中盤で対空して、さあ台足対空いいですね、早めに足出してるんでああいうの当たっちゃいますね、そうですね、さあうまい、垂直はね、いやいいですよ、いやうまいな、
あの前の垂直はいいですよ。いや、かなり強いですよね、はい、で、どうせ垂直するんだろう読みも欲しいですね。そうですね。そう、あれ、今のサガットの垂直、垂直も見た瞬間読みでマリオパンチ、あ、すればいいですよ。ですよね、はい、ただ かなり反応が難しいというところが、まあ、分かってれば。さあ、さあニーアーさんのガエルさあ、ニーアーさんのガエルが開幕ちょっと押され気味ではあるが、まあ、これ結構随カードって言われてるんですよね。随なんですかね。さあ、まあ、分かんないですけど、僕はちょっとどっちもあんまり使えないんで。さあ、しっかり格安取ってうまいですね。飛ぶが間に合わない。小手さんも結構いい感じに球を打っている。飛んでしまった、ニアガエル。そうですね。さあ、垂直でお茶を濁すさあ、いい抜けてきたが何も、ああ、ダイヤシ差し込まれる。置いたダイヤシが当たらない。遅らせ、やばい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 、辛いですね、これは。やばい、時間ないまんですけど。そうですね。あ、しかし、いやー、足りないでしょ、さすがにつって。なぜ、あー、まあね、まあね、そういうね、まあ、なぜに考察したところにやっぱりそういうのが置いてあると。さあ、サバットガイルクラ確定させて、まあ、これはかなりもうガエルの、ガエルの試合になりました。もうガエルの試合ですね、これは、はい、もうガード固めてちょっとずつ確定を、ね、まあ、相打ちでもいいから取っていく、はい、しゃがみ台足、これ十分ですね。もう十分ですね、はい、まあ、紛れは起きないカードでしょう、もうこういうふうに。さあ、ニーアガエルちょっと攻めに行った。しかし、垂直で、まあ、素晴らしいですね。今の垂直は素晴らしい。さあ、しかし、なんとか前に行く。わかんなく、あー、ぶね。ニーアガエルちょっとわかんないよ、わかんなくなってきたよ。ニーアさん大丈夫ですかさあいい距離、いい距離、うおー、置いてあった、置いてあったのが強え。さあ、厳しい、これね、厳しい前です。あ、当たんないよ、ニーヤーさんいや、ニーヤーさんちょっと距離を間違ったうん、ですね。さあ、固定サガットも頑張ってはいるが、うわー、いてー、いてー、あ、裏剣だって。いや、ちょっとね、ちょっとニーヤーさん落ち着いてなかったですね、今の試合は。そうですね、ニーヤーさんは確かに、うん、もうちょっとね、上手にサガット戦できるはずなんですけどちょっと押されてましたね、だいぶ。若干ちょっとね、コテさんのあれにね。そうですね、うん、ちょっとお手でプルプル。さあ、ダルシム、ダルシムが来た。さあ、ニーヤーさんにかぶせるスタイルで、はい、さあ、しかしこのカードも一応ガイル 1.5 は生きると言われているが、3ぐらいですね。 3? 本当に、はい、本当に3あんの。3ですね。3はやばいでしょう。さあ、いや、全然3はあると思う。3は頑張ってほしいですね。相当頑張んないとですよね。まあ、でもこれ大会とかだとやはりダルシム側が絶対勝たなきゃいけないカードだから、逆にそうなんですよ ね、まあ、3言わなくても 2.5 ぐらいは。まあまあまあ、確かに、まあ、4回に1回ね、事故って勝てればいいですよっていうね。まあ、その事故をロジックでやるのか、がむしゃらに行くのか。まあ、ガエルにがむしゃらはなかなか厳しいですか。さあ、いい攻め方、いいですね。あー、ずるい、あれずるい、あれずるい。さあ、しっかり、これはかなりダルシムがいいコンディション。ダイヤシ、しかし、ダイヤシ、おっと、うわ、今のね、中キックだったら分かんなかったけど、大キックだったんで当たんなかったですね。あー、そうなんだ。いやー、ずるいやつ、上から潰してきた。あれが強えんだ。さあ、ニーアガエルちょっと苦しそう。ニーヤさん頑張って。難しい、難しいですね。いや、あ、これさっきからずるくない追っかけてったらなんか切り返されてんの、ね、判定超効かせる。ああいうところでもドリル出せるのは偉いですよね。まあ、そうですね、バカになってないのは素晴らしい。さあ、これは厳しい。ニーヤさん、あー、終わった。あー、思い出様、思い出様、思い出ダブル様が出ましたねいちいち56いいわ、思い出作りがね、面白いわ、思い出様。さあ、新谷さん敗れたので、 お休み木野ガッサさんがね、大将で出てきましたね。さあ、木野ガッサさんが親木のバイソン。さあ、これは親木のバイソンが、まあ、結構ね、親木のさんは、はい、このカワチムさんを人読みしてるというね。あ、そうですね、ことがあるんで。実際ダルシムバイソンって人読みですか。いや、わかんねえ、わかんねえわかんねえわ。さあ、相打ち、ダルシムちょっとダメージもらいすぎだが、あー、これは2択、
うん、ガードですね。投げに来ない。投げた。ここでずらした。いや今のはいいですね。フレイムでけね、行ったところでしたね。さあ食らっちゃう。さあいい感じのファイヤーが打てた。さあこれはダイエットかける。さあ今のはうまいですね。さあ埋め込む。ちょっとピオリも見えてね。やばいやばいやばい。気になるお年頃。そうですね、お年頃。さあ上から、上からおやきの。うわー、今の相手投げられない。投げられる。お見事、川島さん優勝です。というわけで本日の優勝は川島、スノッピー、コテの3人ですね。スノッピー勝ちました。さあスノッピーさんが勝ったかどうかは分かんないけど。さあ川島さんが優勝。じゃあ一言お願いします。はい、お疲れ様でした。川島です。じゃあスリーオン、スリーオンに向け、ね、スリーオンに向けて一言。そうですね、スリーオン、140人ぐらい、はいはい、ですよね。結構大きな大会になりますので、頑張りたいと思います。おごられくん、誰かおごってください。じゃあ、角さん。はい、じゃあ角ぴさん。はい、頑張りました。頑張りました、はい、以上です。はい、じゃあコテさん。まだやって短いんですけど優勝できました。やったね。ありがとうございました。さあチームメイトに感謝します。ということで、ということでした。はい、どうでした、キノガサさん。もうちょっとね、開幕キノコの方しからのケタグリみたいな、そういうのがあって、あ、ちょキノコ設置とかもしたかったですよね。キノコ、あ、良いキノコを植えるやつですね。なるほどね。さあ、はあ、負けちゃったよ。いやいやいや、頑張ってたと思いますよ。ということで、はい。でも瀬尾くんに勝ったからいっか。負け試合だったなあれ。勝てましたね。うん、いやね、瀬尾くん結構得意ですよ。ほう。本当に本当に、の試合ほぼ負け越さないんですね。あれかな、お互いこうやる。こう考え方が似てるからかな。ヒデ君とかのがきついんだよね。それを言うとヒデ君がすげえドヤ顔で瀬尾君に教えようとするから、お前それはちょっとって言うんですけど。お、死んだ。うまい。あれ前後わかんないんですよね。わかんないっすよね。まあ表になっちゃったら表になっちゃったみたいな感じ。ああ、裏に最大をやっぱ考えてるんですかね。そうだね。ああ、しっかり。あそこさ、ムナーリさんの下がったすごくて、へジャンプ中キック、しゃがみ中パン、立ち強パン、下ショットって入ってて、ああ、ピオルやつですね。すげえかっこいい、あれ。いやー、来てよかった。ちょっと練習になりましょう今日ね、人いっぱいいますから。これは配信は時間が、あと50分ぐらいまでやるってことですかね。もう止めちゃう。12時までやる。はい、じゃあそんな感じでの試合があるらしいです。マイクありがとうございました。お疲れ様でした。明日、そう、明日なんか明日本番ですから。明日バーサスでなんかあるらしいんで、明日V3 っていう大会が、17時からありまして、その後ね、あとすごいから竜とザンギが10先やるってことで、まあ、多分こっちをみんな見に来るので。まあその前の大会勝ってもあまりこうまみがないです。前回うまみなかった人がね。なかったねーっつって、なかったねーということでした。もうあれね、毎月 やるのはすごくいいことだと思うんで。まあ話題にもなりますからね、うん、今回いい人が手を挙げてくれたしね。そうですね。次回どうしましょうって感じなんですか。あ、これ配信代は警察と遠行で捕まりそうな人ですね。遠行で捕まりそうな人、うまい。おい、さーっと警察、本当の警察、いつの間に。実はね、大会始まったぐらいもういました、ね、警察、いつの間に。いましたね。いましたね、警察。いや、僕警察に全然勝てなくて、ホンダで。でもホンダ使えばいいじゃんって言ったじゃないですか、木野笠さん、僕に。でも僕ゆうぶがさんに20連敗ぐらいしてるんですよ今。へー、ホンダ使ってですよ。もうこれ存在価値ないじゃないですか。それはね、ニーヤーさんに聞いた方がいい。聞いてるんですけど。うわ。
さあ、ユーベガがワッパを出していく。ニーヤさんがね、結構ね、難しいこと言ってきて、難しいこと言ってきて、結構ね、大変なんですよ。知らないこと15個ぐらいあって、全部覚えなきゃいけないからしんどい。急にはちょっとできない。今回結局下がってるホンダきついでしょ。そうなんですよね。でその下がってるホンダをちゃんとできないんですよ僕が。ああ今ゆっくりやってですか。そうですね。こうなると警察が強い。うわー歩いてきた。歩いてきた。すごいね警察ね。これ、ね、難しいんですよ。どうしたらいいんですかねって見てんのが一番わかる。わかる。わかり。あ、ちゃんとニーヤーさんですか名前。あ、そうか出ないのか。残念ですね。優勝していればニーヤーさん出ずに優勝できたのに前代未聞ですよ。そう、出場せずになぜか優勝してポイントまで入る。何者だって。すごいですよね替え玉。なかなかないですよ。あお、アベミンさんが待ってますね。投げる？危なくない？大丈夫？大丈夫かな？大丈夫だってなんか減らなくない？うまい。ユーベガさんもただでは知らない。あゼロドットだと思ったら生きてましたね。削りしたのに大キックうまい。いやーこれねうまい。ダウンさせたときとりあえず頭突きで近づくみたいなのまあありっちゃありなんですかね。ありか。ガード無理しない。うわー下段めくり当て。うまいですねこの人。だこれゆうべがさんにはちゃんと挨拶しました。ゆうべがさんに挨拶しましたちゃんと。
Fight!